今月リニューアルオープンしたこちらのプラネタリウム、実はおよそ40年前から変えていなかった観覧料を10月から値上げすることに決めたというんです。その値上げ幅はなんと5倍。ちなみに世界最大級ともいわれる名古屋市科学館のプラネタリウムは大人800円ですが、名古屋の皆さんに聞いてみました。一体いくらくらいになると思いますか？何円になると思われます？2000円くらいですか？400円くらいかなって思ったんで2000円くらいかなって思ったんですが、10月1200円で5倍で6000円、6000円で、実はこれ5倍に値上げしてなんですけど、どこどういうこと？取れます？安すぎますね。安い信じられへん。しかしこのプラネタリウムがある地域の人は、そうなんですか？5倍値上げしちゃうんですけど。そうなんだ、知らなかった。その前に来たいね。できれば今のままが嬉しいけど、でも安すぎるから大変なんだったら、まあしょうがないかなって思いますけどね。妥当だと思いますよ。高いと思うけど、ある程度の密着してたとだろう金額が上がるっていうのはきっと、40年ね。では柴田さん、5倍の値上げ、これ一体いくらくらいだと思います？僕は1900円、映画館と同じにすべきだと思います。なるほどなるほど、1900円、それでいいんですね。いいかな。いいですね。はい、ではではプラネタリウムの館長を直撃してみました。300円になります。5倍になってん？そうです、これ5倍ですよ。なんと5倍でたったの300円。5倍ですよ、これ。ということは値上げを決めたのは愛知県一宮市の一宮地域文化広場にあるプラネタリウム館。現在の値段はなんと大人一人60円、子供一人30円という破格の値段。1985年にこの値段になってから今までずっと同じなんです。すごい。このご時世の中、60円がちょっと安すぎたのかなというふうに思っております。公共性の高い施設ということで、広場について定めた市の条例を変えず値段を据え置いてきた一宮市。今回のリニューアルに合わせ条例を見直し、値段を近隣施設を参考に今年10月に大人は300円、子供は100円に上げることにしました。回収された館内には新たに追加したものも。こちらにですね、ステージがあるんですけれども、以前は何もない状態だったんですが、お子様の発表であったりとか、この上でしっかりとしていただけるようになりました。新しくなったプラネタリウムには今日も家族連れの姿が。以前より幅が広くなり、ゆったりと見ることができる椅子に座り、星空を眺めていました。すごくリラックスして、シードも全体が見える感じで、すごい良かったと思います。あの腰のあたりもとってもフィットしてたので、あのくつろいで見ることができましたね。他と比べてもまだまだあのお値段はとっても安いので、まあ通いたいなって思うぐらいの値段だと思いますね。今までお子様だった方がお父さんお母さんになられて、今お孫さんやお子さんを連れてですね、お越しになってらっしゃるという実情がありますので、まあこれからも引き続き皆さんに来ていただきたいなというふうに思っております。しばらくは60円で楽しめる一宮市のプラネタリウム。10月からの300円が高いと感じるか安いと感じるかはあなた次第です。